野田さんご自身も同じように、消費税減税は時間がかかるというふうにお考えでしょうかすぐには実施できないという意味で、私は時間がかかる政策活動費を使って、選挙を戦うことはないということを改めて求めるし、明言いただければと思います。抑制的的に使います違法的な使いいまます違法な方一切いたしません 石破さん相手とテーマを指定して質問してくださいはいそれではあの野田代表にお尋ねをいたしたいと思いますもう財務大臣もやられたのでよくご存知の通りだと思います阪神淡路の時は村山政権でした東日本の時には菅直人政権でした確かに補正予算短い期間でやっただけどもそれは災害対応に特化したものだ そして年度末で予備費もほとんど残ってなかった。我々がやろうとしている補正予算は、単なる災害対応ではない。災害対応の予備費は十分にあります。まずそれを対応する。そして災害対応のみならず、予備費でやりますが、それをさらに加えて、いかにして経済を良くしていくか、いかにして国民所得を増やしていくか、そういうものを盛り込んだ補正予算というものを、選挙後ご審議をお願いしたい。 そして本予算という切れ目のない災害地の対応、そして国民生活、その本格的な経済不幸、そういうのが私は道筋だと思っている、補正予算を組むということが今回、一番大事だと私は思っていないのです、いかがでしょうか野田さん、お願いしますあの全く見解が異なります。災害は予測し難いことでありますので、憲法にも認められた予備費を充当するというのは、これは今までも一般的であります。 阪神淡路大震災も、東日本大震災も、熊本地震も、まずは予備費対応でありました、今回、能登に限っては、1月1日の大きな地震の後に予備費の中等、ここまではいいんですけど、2回、3回、4回、5回、6回と続いて、今回7回目です、こんなに予備費ばっかりで小刻みで対応するのは前例がありません、それは効果検証できません、予備費では。 補正予算を組むという意味は、見通しを被災者の皆さんが持てるかどうか、例えば雇用調整、助成金、事業再生、生活再建に不可欠です、その補償金を今年期限が切れちゃう、来年までね、ちゃんと伸ばすかどうか、そういう見通しを明らかにするのが補正予算であって、予備費の乱用は財政民主主義に反すると、私は確信を持って言えます。石破さんん一言お願いします私は予備費の乱用だと全く思っていません 国会にも報告をしなければいけないことです。何のために憲法に予備費の規定があるのか、何のために財政法に予備費の規定があるのか、予測しがたい災害が起こった場合です。今回はまさしくそうではないか、7回組んできた、その検証はきちんと政府において行います。乱用はいたしません。そして、きちんと補正予算を組んで、国民生活を向上させていく、これを両立させるのが責任ある政治の仕事です。 玉木さん、相手とテーマを指定してお願いします。はい、あの石破総理に政治とカネの問題について伺います。あの党首討論の続きです。うん、あのまもなく始まる衆議院選挙で政策活動費を使わない使う改めて、えー、方針を示していただきたい。というのは先般公開された自民党の公約を見ましたら、うん、政策活動費については廃止を念頭に見直すという言葉があります。 その廃止することを掲げた、その公約を掲げて戦う選挙で、廃止を念頭に置いたその政策活動費を使うのは、あまりにも矛盾ではないでしょうかと思うので、改めてこの使が何に使ったか、誰に渡したかわからない政策活動費を使って、選挙を戦うことはないということを改めて求めるし、明言いただければと思います。石破さん 政策活動費は現行法制のもとでは合法です。それをいかに使うかは、党制の拡大、あるいは党の政策の周知、そういうことに使ってまいりました。そういうことをすべて明らかにいたしますと、これプライバシーの問題も出てまいります。あるいは外国との関係も出てまいります。私どもは当然のことですが、 これを違法な使い方、つまり政策活動誌自体は合法なんですけど、その使い方がどう見ても違法だと、あるいはその疑いがあるというような使い方、いたしません、これはもう、現に抑制的に私が見てまいります、その上で、将来的な廃止というものは、私は考えていかねばならないことだと思います。総裁選挙の時も何人かの候補者が廃止ということを言ってまいりました。じゃあそそうううういいここととととをきちんとなくそうということは 私は将来的にあるべきことだし、遠い先のことではなくて、これから先の国会においても、きちんと議論をしたいと思っております。抑制的に使います、違法的な使い方、一切いたしません玉木さん、一言お願いします総理、理想なんですね、つまり、使い道を公開しない限り、違法に使ったのか、適法に使ったのか分かんないんですよ。例えばそれを渡してです、ね、秘書が公電持っていったら、これ、違法ですよね。 で結果としてそうしたことを使ったと、堀井学さんは証言をしている、でこれから始まる選挙でね、私はあの、正々堂々戦いますよ、でも我々は使わない、でも一方で何に使ったか分からない、河合いい元法務大臣は、そういうお金を使って有権者に加わって、現に票を買うことにこれが原資に使われたんですね。だから、平等な条件で選挙を戦わないと、民意が適切に反映されないので、100メートル走するときに自民党だけ30メートル前から走ってね、追いつかないです、それは。 せめて同じ、これだけの問題が起こったんだから、同じスタートラインからスタートすることを求めたいと思いますい山本さん、<laughs> 相手とテーマを指定してお願いします、はい、立憲民主党の野田代表に、テーマはです、ね、消費税減税には時間がかかるということに関してです。 えっと、消費税減税には時間がかかると、これは自民党も、ですねそして立憲民主党の方々も常々言われていることなんです、例えば岸田さん、え前の総理ですね、システムの変更をはじめ、大きなコスト、そして期間が必要になりますと、そして前の幹事長、自民党の茂木さん、実際の準備期間を考えると半年以上、多分1年近く導入にはかかってしまうと、そして前の立憲民主党の岡田克也さん、幹事長ですね、所得税の減税と同じように時間がかかると。 でえー、前の、えー、元ですね代表で立憲民主党の枝野さんですね、税法を変えるのはものすごく時間がかかるし、実施するまで時間がかかるんですよ、今の物価高による生活苦って、そんなものを待ってられないと、まあ、政治家の皆さん、多くですね、特に立憲と自民の方々は、消費税減税には時間がかかるんだという認識のようなんですけれども、野田さんご自身も同じように、消費税減税は時間がかかるというふうにお考えでしょうか野田さん、はい、あどうも、ご質問ありがとうございます。 あの今の時間がかかると言われた方たちの考え方、いろいろあったように思うんですけど、どの自民党の方々が言ってることと、ちょっと私が考えてることは少し違うんですよね。時間がかかるというのは、私どもが政権を仮にお預かりをさせていただいたときに、年末に税制改正の議論をしなければいけません、税調で税制改正を行う、その中できちっと位置づけるんですね、消費税の減税というか。 あのいわゆる今回の還付法案をですね我々はつけるで、それを来年の通常国会の税法改正、税制改正で国会で通さなきゃいけない、でねじれ国会です、仮に我々が政権をお預かりしても、ねじれ国会ではそれは多分認めてくれないはずなので、自民党、公明党が。だとするならば、すぐには実施できないという意味で、私は時間がかかる。なななららばばむしろ急がけければいけないんだったら 給付税額控除ですから、むしろ先に給付の方を最初に対応していくべきだという言い方で、私は時間がかかるという申し上げ方をしておりました山本さん、一言お願いします、まあ、4年は引き上げないと言ってた消費税を、えーまあ、公約、保護にして上げた人っていう、えー、その責任があるでしょうから、なかなか減税は言いづらいというのは分かります。でもですね、今言われたように、立憲民主党の方々の文脈っていうのは、今言われたような説明、一切なかったですよ。 で世界を見てみたら、消費税、これ、付加価値税とも呼ばれますけれども、そんなものをどんどん減税してるんですね、景気が悪いとき、イギリスは7日でやってます、20%から5%への減税を、ドイツ28日、19%から16%への減税を、マレーシア16日、これ0、0%に消費税をしました、ただやる気がないということを、時間がかかるというせいにしないでいただきたい。 最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。